はい、どうもこんにちは、ノアです。今回はですね、まあ、前回ねあのフレンドマッチした方とね、もう一度バトルしていきたいと思いまして、またねガチフレマーなんで、ちょっとねこれ最近もうねほんとこればっかで申し訳ないんだけど、ベジットブルーのデッキでいきたいと思います。いやダメだ、もうベジットブルー依存症になってるの最近、でデッキに関しては、これまたね前回あれかな、サイヤ女で使ったあのベジットデッキの、まあ、人造バージョンがね、はい、降臨ダブル降臨デッキの人造バージョンで、ちょっと使ってみたいなと、はい、人造ヒーローです。おっと、イーシンロンが、イーシンロンぜー、マジか、チェンジできないね。で、ベジットブルーなんで、まああれかな、アリバシクかな。マジか、それは読んでなかった。で、あとはまあ WSH に、バイバイ悟空、バーダック、女アバターということで、おそらくはあれですね、超ユニット技、あ、じゃあ、サイヤ女の子の戦闘力制限を使いたいっていうデッキなんだろうけど、こっちはね、2000制限、これね、2000制限なんで、まあまあ、あ、いいね、1万8000、やば、2万5000、戦闘力がめちゃめちゃ出てます。まあやっぱり融合デッキって、あのこの降臨悟空とかいないとね、ほんと1ラウンドから戦闘力が出し放題なんで、ここはちょっとエナジーがっつり貯めて、もう技もねまあ狙っていきたいなって思うんだけど、ベジットブルーがちょっとまあ厄介だなという感じで、まあバイバイだけはちょっと下げた方がいいねこれ。あと、まあそうだね、バイバイは下げた方がいい。で、まあ時の鍵を孫悟空ゼノに持たせて、一応この2枚も出しますかね。チェンジはできないけど、まあ絶対的に出しておいた方が火力も出せるし、あと1個貯めたいあと1個貯めたい。あーでもいいかな、まあエナジー7あってもさ、技光るキャラいないから、融合がエナジー8個なんだよね。じゃあちょっとこれでいってみようかな。はい、もう人造も1ラウンドから切って、もう攻めのね、攻め攻めで、ちょっとやってみたいなと感じたんです。あー2枚出し、え、待って待って、バーダック待って、バーサーパータイプなんだけど、あー分かった、そういうことか、イーシンロン気絶させたいと。レベルアップしたぞ、絶対そう。いやー、しかもそれがあるから、まあちょっとユニットがね次打てないんですね。いや強いな、イーシンロン、イーシンロン強いね。あいつのせいでだいぶこれ阻まれてますからね、技も打てないし。あーどうしよう、いやーどうしよう、ダメだよね、さすがに押したら。でも相手も押さない、はい、じゃあもうイーシンに当たってくれることを信じて、まあもう強気でいくしかないですね。お、え、押すの、え、どういうこと、あ、まさか、いやーこれって巻き添いかないよね、ヒーロー打撃だったらいかないと思うんだよ。あ、どうしよう、いっか、一応スルーしようかな。え、まあ待って、どうせでも次押してくんでしょ。あー、じゃあいっか、まあ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 、あー、まあエナジー上がったし、ヒーロー連携でエナジー上がったのでかいですね。相手の敵の敵やレベルダウンしたぞ。さあこれは多分だけど巻き添えで気絶するよね。最悪、マジ最悪だ。まあこれはもうしょうがないです。おー最強召喚ポニー、ちょっと待てよ、イーシンロン、イーシンロンどうする、うわー気絶したまま来てしまった。まあまあこれはやらないし、記憶ダメージ無効と 45% 減あるから、しのぐにはもううってつけなんだけどさ、体力もだって3万3000で、こっからウルトラゴッドで1万4000アップだよ。4万7000もあったら、まあまあいいでしょう。あ、悟空どうしよう、いやこれどうしよう、まあ出してもいいっちゃいいけど、どうせベジットで防がれると思うんだよな。で半減あるじゃん、まあまあまあそうだね、
デジットで防がれると思うけど、まあ一応出すか。いいや、ちょっとここ必殺技で削れるだけちょっと削りますわ。削れるだけ削って、でまあまあまあそうだよね、7000しか出ないから先行はまあ取れないんだろう。あ、ってことは7000ってことはあれか、攻めてくるって感じだよね相手が。じゃあやっぱりバイバイ悟空はこれ絶対出しておいた方がまあいい。まあそうなるよね、まあそうなるよね。いやーきついなこれ、これきついな。次のラウンドだって言ったところでさ、あのカードアクションとタッチアクションこれでまた封印されるんでしょ、やばくない。でこのラウンドはさすがにあのイーシンロンが記録回復で起きるから、まああのイーシンロンまた亀裂させちゃったらちょっともう論外だけど、そこだけ気をつけましょう。はい、あいつ簡単に亀裂するからさ、必殺技でも亀裂するし。でまあ、このラウンドは 45% 減張りましたんで、結構ボードとしてはまあ万全です。はい、さらにこれもあるし、いやー強い、さすがいいね、さすがに硬い。じゃあこれもまあ食らっていくといや大丈夫大丈夫、還元の 45% 減だから多分これね、あー全然入らないですね。いやー強い、強すぎる、バイバイが強い。そしてベジットブルーがやみつきになるっていう、おっと意外と食らってる。え、マジで、あ、45% の 50% 減でまあまあ食らってますね。はい、あれか、 1.5 倍がかかってるからか、サイヤガールで。さあこれは何だろうね、必殺技。まあ女の子ってやっぱ必殺技難しくてちょっと個性が出るんですが、はい、まさかのバーニングインパクトしかもトランクスに当たるっていうね。あれバーニングインパクトってあれだよね、ベジックスの技だよね。あれ何、点数高いの。まあここもここは食らってもいいかなって感じだね。はい、あ、なんか意外とダメージ入ってるから、やっぱりあのサイヤン女の子 1.5 倍が、まあ、強いってことだもんね。さあお前にやるよ、これは OK、 イーシンロンには入らない。その調子であのイーシンロンにだけは絶対に入らないでほしい。さあここはちょっとダメージは全然と言っていいほど出せないけど、はい、まあ、1076かで技が OK、 危なかった。イーシンにこれ技が発動してしまった場合また亀裂してさ、2ラウンド目3ラウンド目ってカードアクションタッチアクションが封印された可能性が高かったんだけど、はい OK です、やっと解きましたラウンド3。ですね、これバイバイ悟空がパワートガードが1になったんだけど、その後にトランクスが5000上げてくれるから、まあまあまあ6コンでね、そこそこ火力が出せるという感じです。で、まあ結局このラウンドって、あのバイバイがいるから、まあ戦闘力制限使ったところでなんだよね。いいか、行ってみよっか。はい、まあ使うってことはここで倒すしかないんだけど、ちょっと行ってみます。さあ相手は、お、使う、相手も使ってくるんだったら、まあちょっとエナジーためらんないですけど、あー悩んでるね。サイヤ女の子のユニット技があるんだよね。さあどうする、使うか使わないか、使う、はい使ってきた。ってことは、はい、2000制限からの5000制限そうなる。あ、いいね、ナスガード、あ、そうなる、あー、で、2アップ。どうしようかな、ちょっと待って、結構硬いですね。あ、でもそっか、
チェンジはできるから、チェンジさせて戦闘力6倍、まあ、記録全回復狙えたらいいかなって感じだね。まあこんなところかな。はい、あーっとまたご飯を下げてるんだね。え、どっち、あ、上げてるか、ご飯を上げている。で、ここでベジットブルーのこのね、アビリティが発動するから、ここでようやく、あ、半減です。半減のエナジーゼロ破壊で、あれだ、さっきさ 45% 減だけだったね、よくよく考えたら。まあどういうことかっていうと、ここでようやくチェンジだからさ、さっきのラウンド半減そういえばかかってなかったっていう。はい、失礼しました。はい、大成功、でかい。さすが、さすが、ベジットブルー、どやー、決着をつけようぜからのドヤー。はい、強い、とても強い。さあ、やれるものならやってみな。この布陣どうやって突破するか見ものですな。ベジットブルーは2000ダメージしか受けないけど、まあそこにね、攻撃がヒットしない限りは、まあ、あんまり関係がないので、ダメージ自体は出していく。おっと、ここで奇襲の一撃。お、それもやってくんの、マジで。え、でもさ、あれじゃない、エナジーゼロにしたら関係ないの。この後にエナジーゼロだから、あのロックオンで必殺技が打てないっていうことやね。はい、あ、すごいな、マジで。ちょっとやみつきになるんですよ。あー、でここでまあパワー1000とかはいろいろ食らっちゃったけど、最悪ここで全然ね、仕留められなくても、まあ、4ラウンド目まで行っちゃえば、これが戦闘力ね、尋常じゃないことになるから、まあ全然問題ないかな。はい、次のラウンドで絶対に先行取りたい。はい、ここで2000ダメージはまあ痛いけど、ダメージも入ってないか。ガードが多分ね、高いから、相手ガードで相当減らされてんだよね。はい、おお、やんないの。はい、じゃあガード向こうがこれで3人作れたんで、まあ、バーサーカーはもうスカスカ状態ですね。でこっちも言うてパワーね、上がってるから、まあ、それなりには削っていけるし。はい、いいね、いいね。あ、でもまた2000固定か。ベジットブルーザイナー、マジで。なんでベシッとってこんな強いカードばっかなんだろう。それは合体戦士の、まあ、最上級系だから、まあそれはそうなんだけど、逆にベジットが弱かったらダメだよね。はい、じゃあこれはまあまあまあ2000しか入んないけど、まあ上出来でしょう。はい、上出来、上出来。ガードも減らしたし、チェンジもできて、はい、上出来でございます。こっからちょっときついか。はい、必殺技はないんだけど、まあ、ちょっとカードアクションタイムがうざいね。はい、いいね、いいっすね。何個あんだろう。ガンガン合体カメハメハで、イーシンロンのアルエナ、ダブル龍拳、合体カメハメハ、あ、違う、カメハメハラッシュだから5発。あ、意外とそう考えると多いんだ。うわー、やめて、ほんとそれ、ミラクルやめて。いやー、まずいぞ、これこれまずいっすよ。オッケー、でかい、これはでかい。はい、3倍、いいね、気持ちいいね、気持ちいい。そしてバーサーカーも結構入ってるな、これ。あー、まあまあまあ、しょうがないっしょ、これはさすがに。はい、結構ミラクル溜まってたから、強っ。なんだそのラン、え、ちょ待って、半減でこれ、なんで、意味わかんないんだけど、半減でなんであんな入んの。ベジットブルー発動してんのかな。なんか強くね。なんか強いんだけど、うっそー、マジかよ。
このラウンドでまさか落とされる。合体カメハメハです。しかもこれあれだ、うわー終わった、これ2倍じゃん、これ2倍になってからルッテネットエナジーがやばい。あーそういうことか。ですよね。いやーそういうこと。敵のカメハメアラッシュだ、敵のカメハメアラッシュ発動だ。俺は死んだな。覚悟してよね、カメハメハ。なんなんだよそのダメージは。終わった、強かった。アルティメットエナジー多分相当入るこれ。いやだってこれ3倍ってことやんな、実質3倍。てか早くない、あれの早くない、どんなやり方したらそんな入るな。はいさよなら。あーでもそうでもないな。はいということでね、まあ惜しくはなかったですけど、やはりカードアクションの切り時が3だったのかなっていう気もする。これ3ラウンド目じゃなくて4ラウンドだったのかなっていう気もするし、いやでもそれやったところで、まあ、守れないもんね、その次のラウンド、その前のラウンドは。あーまあまあまあしょうがないか、これはもうやっぱイーシンロン1ラウンド目でちょっとあれできなかったのがちょっときつかった。はいということで今回まあ2戦、ね、連続でフレンドマッチやらせていただきましたが、いかがだったでしょうか。いや、やはりフレンドマッチはこうね、バトスタと違ってね、また一つの醍醐味、知り合いとね、あれが戦えるっていうさ、まあ醍醐味があっていいですね。今度の俺は、はい、ということで今回の動画もチャンネル登録高評価など、よろしくお願いいたします。少し終わりました。今日のノアチャンネルは終わり。また見てね。